皆さんこんにちは、私たち豆柴の大群です。イエーイ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 なんですが、うん、私今回何も知らされないで、うん、ここに来たわけなんですが、今回の企画は何なんですか？何です？怖い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 、いきます。せーの、じゃん。え、見て、一人でも間違えたら罰ゲーム、抜き打ち常識クイズ。常識クイズって何？一般教養。あの、赤信号。あ、そうそうそう。もっと難しい。一人でも間違えたら罰ゲーム。罰ゲームってどういうことなんですか？罰はこちらです。
の罰ゲームはどうしますか？どうしようか。いや、センブリちゃんもどれぐらい苦いかはわかんない。テレビで見てるとさ、すごいリアクションみたいなさ、みんな怖い、見て大笑いしてたけど自分がね、いざその番となるとちょっと嫌だよね、うん、でもまあ全問正解すれば飲まなくて済むから。そうだよね。じゃあこれ引く人決めたいよ。お願いします。マーミー様、怖っ。でるん、日本で太陽はどの方角から昇り、どの方角に沈むでしょう。マジでこれも言ってるよ。簡単じゃない。それ覚えてる。簡単じゃない。だって初歩も初歩じゃない。なんかもう分かんなくなってきた。そうよね。一応自信あるよ、はい、じゃあ行きますか。はい、答え一斉にオープンします。せーの、ドン。夕方になったら西日まぶしいって言わない？なんかさ、バカボンの歌でさ、うん、西から昇った太陽が東に沈むみたいな。え、じゃあ西から、じゃあバカボンだから逆の、あ、バカだからってこと。そう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 。逆じゃん、じゃあ。いや、わかんない。え、じゃあなおは、なんで学校で習った気がする。じゃあ正解をお願いします。受けるのは仲間だから。だからふざけんなよ。最低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 。眠くて、眠くなって、めちゃくちゃ態度が悪くなって。嘘。
大声を出す。無意識なんです。なんかこの間もみんな電車乗ってて、先にみゆきが降りるってなって、じゃあみゆき帰るねって言ってバイバイって言ったら、みゆきがバイバイって言って、電車のいっぱい人がいる中で、ってそんなにバイバイって言っていなくなって、でそれでなんかバレちゃったりとかね、あたまに。じゃあこの流れみゆき行くね、あじゃあこれで犬とガキが嫌いだった。No.
上がったなと思って食べてるから、うん、それにしか感じない。じゃあ裏切りなしで、せーので。やだやだやだ、本当にどうしよう。食べようか。本当にどうしよう。見ないで食べた方がいい。あ、でもちょっと待って、ごめん。ちょっと吐きそう。いきますよ。え、